ラムは、ケニアのラム島最大の都市、ラム地区の行政庁所在地でもある。町ができたのは14世紀のことで、スワヒリ系の建造物群が、今なお良好に現存している。この東アフリカで現存する最古のスワヒリ建造物群が評価され、旧市街がユネスコの世界遺産に登録されている。古い街並みの通りは狭く、自動車は通れないが、 両歩や自転車で見て回れば十分である。なお、観光には地元で好まれるロバも使われる。かつては奴隷貿易の中心地の一つであった。ラムの民族構成は多彩だが、主要なアラビア貿易ルート上に位置したので、住民はほとんどがイスラム教徒である。儀礼に使った角が多く展示されているラム博物館をはじめとして、町にはスワヒリ文化に ゆかりのあるものや地元の郵便制度に関するものなど、博物館がいくつもある。ソマリアの国境まで1 0 0トル以上の距離があるが、2011年には、リゾート地に訪れる浮遊者の誘拐を狙い同国の武装集団が出没し、治安の悪化が伝えられた。ラム要塞は、パテ島の支配者符も、マディーブン・アビバクルが、 彼の支配体制の構成員を守るために建造を始めた要塞である。彼が1809年に没した時には、その第一層さえ完成していなかった。リアがモスクは、ハビブ・サリーが建てたモスクである。イエメンのハドラマウトにつながりを持つシャリフ、ハビブ・サリーは1880年代にラムに落ち着くと、大いに尊敬される宗教指導者となった。ハビブ・サリーは、 彼の周りに集まった文化生と共に大成功を収め、1900年にリアダモスクを建てた。1935年に彼が死ぬと息子がマドラサを継続した。このマドラサは東アフリカで最も権威あるイスラーム研究センターの一つとなった。このモスクは有名なマウリディ祭の主催地でもある。祭りは毎年ムハンマドの誕生月の最終週に行われ、 期間中は、スーダン、コンゴ、ウガンダ、タンザニアなどからも巡礼者が訪れ、ムハンマドへの賛美を歌い上げる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。市内には、アメリカ軍とケニア軍が共用する、軍事基地がある。2020年1月5日には、ソマリアの武装組織、 アルシャハブが同基地を攻撃したことを発表した。ケニア、ラム県リゾート地における外国人誘拐事件発生に伴う注意喚起。情報種別、渡航情報。 http://www.anzen.mofa.go.jp:/info/pcspo.asp.info ほどーーイコール 2011c3302012 年3月29日、閲覧。ソマリアのイスラム過激派組織、米軍とケニア軍仕様の基地を攻撃。 AFP 2020年1月5日閲覧ありがとうございます。